上海常識が展示館から見た人民広場噴水人民広場は中国の上海市港北にある大型の公共広場。上海競馬場1933年の上海の地図。左端に競馬場が緑色で表示されている。中華人民共和国が建国される1949年以前、現在の人民広場は上海レースクラブが運営する競馬場だった。 中国共産党によって、賭博と競馬が禁止された後、競馬場の一部は人民広場となり、パレードで使う広い道路と観覧席が設けられた。上海市政庁が、ワイタンの旧香港上海銀行上海支店ビルから、ここへ移転し、上海博物館も以前のオフィスビルからここに移った。他最近移転してきたものには、上海大劇院員と上海常識が展示館がある。 競馬場の他の部分には今も残っているものがある。クラブハウスの建物は上海美術館となり、レーストラックの一部は人民公園として人民広場の北隣にある。人民広場近くのランドマークや観光名所には次のようなものがある。広場に中心にあるのが上海博物館で、その北隣には 大きな噴水がある。上海軌道交通の人民広場駅には地下鉄の1号線、2号線、8号線がそれぞれ乗り入れている。広場の南北にはそれぞれいくつかのバス停がある。ありがとうございます。